今年も、タリスマンセイバー2023が実施され、護衛艦出雲と下北が、軍事演習に参加、日米豪艦で連携強化されています。今回は、この護衛艦出雲が参加したタリスマンセイバー2023を詳しく見ていきます。陸上自衛隊も、人に意識の実弾発射していますし、海底でも、潜水艦が隠密に出雲を護衛しているでしょう。各国も同じこと潜水艦は何でしょうか。双竜型かな、親潮型かな。オーストラリアとアメリカとが、二国間の合同軍事演習として、2005年から実施しているタスマリンセイバーだが、この2023年も、7月下旬から8月上旬にかけての約2週間強の期間で、水陸両用作戦を念頭に置いた内容が刊行された。タスマリンセイバー自体は、開始以来、サイクルとしては、学年で実施されている、合同軍事演習であるが、本年は、オーストラリアとアメリカを含む13カ国が、正式に参加、延べ3万名に及ぶ人員を迎えて、これまでで、最も大きな規模で行われた。今回のタスマリンセイバー2023には、日本の陸上、海上自衛隊をはじめ、アジア勢からは、韓国、インドネシア、パプアニューギニアの各部隊や、オセアニア地区からは、フィジー、トンガ、ニュージーランドが参加した。また、ヨーロッパ勢としては、イギリス、フランス、ドイツ、北米からはカナダが参加し、これらに加え、インドを、筆頭に、フィリピン、シンガポール、タイらも招待参加をしており、ここまで含めると述べ、17カ国にも上る数となった。ここまで3カ国が増えたことは歓迎するべき事態であるとは思うが、タスマリンセイバーという多国籍間の合同軍事演習が本来持っていた、その実施の意図が少しわかりにくくなっているようにも思える。ただし、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ等の NATO 加盟国を除いて考えれば、正式3カ国、招待3国ともに、インド、太平洋地域に所在する国々であり、共通の脅威となっている、対中国への備えが前提にあることは踏まえておくべきだろう。今回のタスマリンセイバー2023において、陸上戦力の演習としては、陸上自衛隊の参加部隊が実弾発射訓練を行ったことも、大きなニュースとして、一部の日本のマスメディアの報道でも、その実施が伝えられた。まず、7月22日には、オーストラリアの北東部に位置する、クイーンズランド州内のショールウォーターベイにて、日本の陸上自衛隊の参加部隊が、持ち込んだ03式中距離地対空誘導弾の実弾射撃を実施した。ここでは、アメリカは、現在のロシア・ウクライナ戦争においても、ウクライナに供与を行っている。M142 高機動ロケット砲システムハイマースや、牽引式の M777、155mm 榴弾砲の実弾射撃を行ったことも伝えられている。こうした陸上発射型の兵器に加えて、アメリカ軍は、航空戦力として、F-35 ライトニング 2B 型や対地専用攻撃機である AC-130 ガンシップ、そして、攻撃ヘリを投入する等、近接航空支援の能力も披露している。また、同日、オーストラリア南東部に位置するチャービスベイの沖合の海上に向けては、陸上自衛隊の1敷地対艦誘導弾が、同国内で初となる実弾射撃訓練を実施しており、仮想敵国の艦艇の接近拒否を想定していたとめされる。現在の陸上自衛隊において、丸3式中距離地対空誘導弾は、沖縄県の八重瀬分田室地の第15高射特化連隊に、1敷地対艦誘導弾は、同県の宮古島駐屯地の第302地対艦ミサイル中隊、
石垣駐屯地の第303地対艦ミサイル中隊等に配備されている。兵器としての正確な射程距離は伏せられているものの、丸三式中距離地対空誘導弾は、最大でおよそ 60km 程度、一蓋式地対艦誘導弾は、最大でおよそ 200km 弱と目されており、切れゆえに、今は、南西諸島への分散配置が必須の状態である。防空用の兵器である丸三式中距離地対空誘導弾の射程距離を延伸することについては、そこまで表立った批判を目にすることは少ないが、現在開発中の1人式地対艦誘導弾の能力向上型については、その長射程化が一部で批判の的にもなっている。これは、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が、まず 900km、最終的には 1500km ほどの射程距離を確保すべく開発されているためで、反対派からは、朝鮮半島や中国本土の沿岸部にまで届くことが批判されている。これが実用化されれば、これまで言われてきた、いわゆる敵地攻撃能力を自衛隊が有することになるとして批判されているわけだが、こうした対地攻撃用途というより、対艦攻撃力の射程距離の延伸を急務としていることを理解すべきだろう。さて、今回のタスマリンセイバー2023年の海上戦力たる艦艇に目を移せば、アメリカ海軍は、アメリカ級強襲揚陸艦の1番艦のアメリカや、サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の2番艦、ニューオリンズ、同4番艦のグリーンベイを参加させた。アメリカ級強襲揚陸艦、アメリカは、満載排水量が 45,570トン、全長が 257.3メートル、全幅が 32.3メートル、喫水が 8.7メートルの艦隊を持ち、全通式の飛行甲板を備え、標準では、MV-22B オスプレイ12機、各種回転翼機11機、AV-8B ハリアーにもしくは、F-35 ライトニング 2B 型を6機搭載する。アメリカ級強襲揚陸艦は、このアメリカを含め、2番艦のトリポリがすでに就役中であるが、前級のワスプ級と異なり、この2艦には、L 脚1級エアクッション型揚陸艇を収容するウェルドックがなく、水上からの揚陸能力は省略された。これは、現代においては、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇等を使用した大規模な敵前上陸作戦など、もはや正規する可能性は限りなく低いと判断された結果だったが、傭兵側の海兵隊には、不評で建造中の3番艦以降からは復活することが決まっている。ただし、このアメリカ級強襲揚陸艦の3番艦、ブーゲンビル以降も、L 脚1級エアクッション型揚陸艇のウェルドックへの収納数は2隻と、前級のワスプ級の3隻からは減じられており、現時点では11隻までの建造が予定されている。サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦であるニューオリンズ・グリーンベイは、満載排水量が 25,883トン、全長が 208.5メートル、全幅が 31.9メートル、喫水が 7.0メートルの艦隊を持ち、艦尾の飛行甲板からは、MV-22B オスプレイなら2機、各種回転翼機なら4機を収容して運用が可能となっている。アメリカ級等の強襲揚陸艦に比すれば、はるかに小型なサンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦だが、艦尾に備えるウェルドックには、L 脚1級エアクッション型揚陸艇は、2隻が収容可能な容量を確保している。続いてオーストラリア海軍だが、今回のタスマリンセイバー2023には、キャンベラ級強襲揚陸艦の2番艦であるアデレードを参加させており、同級は、スペイン海軍が持つ強襲揚陸艦、フアン・カルロス1世、同型艦に相当する艦艇だ。このキャンベラ級強襲揚陸艦を、
オーストラリア海軍は2隻保有、運用中で、満載排水量が 27,851 イン、全長が 230.8 メートル、全幅が 32.0 メートル、喫水が 7.08 メートルの艦隊を持ち、全通式の飛行甲板と艦尾にウェルドックを備えている。キャンベラ級強襲揚陸艦は、艦首部にスキージャンプ式の形状を採用しているが、現状では各種の回転翼機を総数で12機ほど搭載する運用であり、F35 ライトニング 2B 型の艦載化も検討されたものの、予算上の都合から見送られ、今に至っている。それでも、キャンベラ級強襲揚陸艦は、艦尾のウェルドックに、4隻の LCM-1E 型上陸用集艇を収容することが可能で、これと規模感が近い L-1級エアクッション型揚陸艇も、同様に運用することができるとされている。韓国海軍の、ウマラ島は、徳島級揚陸艦の2番艦であり、満載排水量が 18,800 トン。全長が 199.0 メートル、全幅が 31.0 メートル、喫水が 6.5 メートルの艦隊を持ち、全通式の飛行甲板と艦尾にウェルドックを備えている。徳島級揚陸艦の航空機運用能力は回転翼機に限定されているが、艦首部へのスキージャンプ方式の追加で F35 ライトニング2頭の短距離離陸、垂直着陸が可能な固定翼機の運用についても、たびたび取り沙汰されてはいる。ただし、艦自体の全長が 199.0 メートルと短いことから、飛行甲板上で滑走距離を確保することが困難である上、仮にスキージャンプ方式を追加した場合には、飛行甲板上の露天駐機スペースが大きく減少するため、実現の可能性は、低いと見さされている。徳島級揚陸艦は艦尾のウェルドックには L-1級エアクッション型揚陸艇に相当するルスヒー型エアクッション型揚陸艇を2隻収容して運用することが可能であり、標準的な艦艇による揚陸能力を確保している。そして最後が海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦出雲だが、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦隊を持ち、全通式の飛行甲板を完備している。出雲は、ご存知の通り、今、まさに F35 ライトニング 2B 型を艦載機とするための航空母艦化改修の1度目の工事が終了した状態であり、2025年3月から2度目の改修工事を経て、その運用を開始するのは2027年以降と目されている。